こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は、それは果てなき無識の存在、新ガチャ、性能解説していきたいなと思います。はい、ということで今回はですね、FF7 イベントだね。シリーズイベントとしてはやっぱまあ、7シリーズはね、キャラ自体が多いっていうのもあるし、人気シリーズだから、来る頻度を結構高いよね、7ってね、何気に。はい。まあ、そんな FF7 シリーズのガチャということで、もういよいよね、D 角実装されてないキャラが、最後かな多分。ジェネシスとシェルク。おそらくこれで最後なんじゃないかと思われるんですけども、出てないキャラいないよね、確かね。なので、まあ、どんなラインナップになるのかなというところで、復刻枠も多そうだなっていう予想はあったんですけど、今回の復刻枠はセフィロスとエアリス。エアリスなんだかんだ結構復刻されてるような覚醒に FF7 ガチャが来るたびになんだかんだ復刻されてるような気がするんですけど、まあそれほどやっぱ運営さんもプッシュしてるというか、まあ一押しなんでしょうね、きっとね。あとまあヒーラーだから汎用性が高いっていうのもあるのかな、単純にね。はい、まあそんな FF7 ガチャ早速ですが、見ていこうかなと思います。今回は専用アビリティの実装等はなかったですが、まあね、いろんなキャラいるから第二専用アビリティとか、まあこれを機にね、まあ別に今回のガチャに限らず、まあ出してもいいんじゃないかなとは思うんですけどね。出なかったね、今回何も。はい、ということで早速上から見ていきましょう。まずジェネシスの D 角で、こちらに関しては先日のですね、魔法剣士天命のダンジョンの事前パーティー考察っていう動画をね、まあアップしたわけですけど、まあその中でも言ったんですが、ジェネシスって炎属性の魔法剣士っていうね、まあジョブなんですよ。ジョブのカテゴリーで言ったらね、炎属性の魔法剣士なんで、100% 来週来る、魔法剣士の天命で使えるよねという話で、もともと今回D 角実装されましたけど、もともと持ってたシンクロ、それから覚醒星6戦技トランスマテリア、その時点でもうめちゃくちゃ強いぞと。なのでこの先 D 角が実装されれば間違いなくぶっ壊れが約束されてるキャラだよっていうね話をしてたんですよ。なのでもう D 角無事実装されたんで、もうぶっ壊れですよ。なんでぶっ壊れかっていうと、まず、トランスマテリアがね、強いんでね、今回の、この D 角のモード2もそうなんだ、この漆黒の舞モードね。これなんか、D 角にくっついてるから、なんか特殊なね、D 角専用のモードと思いがちかもしれないね。ジェネシス知らない人はね、そうなりがちなんですけど、これただのトランスマテリアだから、いわゆるヴィンセントのね、あれと一緒。ガリアンビーストとかと一緒。あれと全く同じで、ただこのモード2で自主的にね、任意でトランスモードに入れるよっていうだけの話なので、特別なんか、これ専用のモードではないです。なんでトランスマテリアと一緒に使っちゃうとかぶるのでね、別のマテリアを装備しましょうという感じに、まあ、なります。でこのトランスマテリアが、まあ、かなり高性能なので、でこれビビと一緒かな、一定時間攻撃力アップ中プラス炎属性アビリティ囚人高確率でもう一回放つ、ビビもね黒魔法を高確率でもう一回放つっていうことで、高確率っていうとこれ 50% なんだよね。なので2回に1回は、簡単に言うとね、2回に1回は追撃出してくれるっていう感じで、まあ強いよね。ビビ使った方とかは分かると思うし、あと分かりやすいところで言うとバッツの地属性の覚醒かな、あれ5シリーズの生存人数に落ち着いた効果っていうことなんだけど、バッツ1人だった場合でも 50% 高確率でもう1回放つっていう効果がくっつくんだよね。なので地属性の覚醒めちゃくちゃ強いよって、まあ、僕はよく言ってるわけなんですけど、そう、それと一緒なんだよ。なので D 角がもう2回放つじゃないですか。その上で 50% の確率でさらにもう1回足される加算されるよっていうことなんで、まあ無条件に強いよね、単純に。これは別にシンクロと併用したりとかそういったことを考えなくてもね、D 角単品でも強いし、まあ、あるいは普通のねトランスマテリア発動させて、まあ、D 角使うでも全然もちろん強いし、みたいなところで、これだけで強い。で、さらにジェネシスに関しては星6戦技で一定時間限界突破レベル1アップっていう星6戦技も持っていたりとか、もちろんその他で別に新容疑も持ってるからね、
なので信用儀、星6戦儀、D 角って使うともう限界突破レベル 39,999 の状態でもう2回放つしながら 50% の確率でもう1回放つがくっついてくるんだよ。強くない？どう転んでも強いよね。だってこれどう考えても強いじゃん、こんだけ聞けば。でさらにあの元々持ってるシンクロでですね、まあ、今回復刻してないのかな、あそう今回はないんだ、今回第2シンクロが実装されてからないんだけど、そうシンクロ1でも右浴びで2ターン内で限界突破レベルプラス1っていうね効果がくっついているんで、まあ、それもあってまあ出たのだいぶ昔なんだけど今の環境でも全然強いよねっていう話だったんですよ。なので D 角が実装されれば間違いなく炎属性物理の中でもまああのブイブイ言わすことができるトップクラスのアタッカーにねなることができるよっていう話をしていたわけです。でその上で来週はねその魔法剣士のジョブダンジョンがやってくるわけですから、まあ強いに決まってんじゃんと、炎属性物理界の中のトップクラスなんだからそれはまあ強いよねという話です。はい、まあそんなジェネシスなんですが、まあ、実際の、まあ、性能はというとモード1自身が炎属性アビリティ使用するたびに効果が上がるセットした炎属性アビリティ待機時間短縮フェイタルダメージアップ、これがね、まあ、シンクロアビリティに反応しないのがちょっと残念なんだけど、まあ、単純に自分が持ってる専用アビリティとか連打してる分にはもうフェイタルダメージも乗っかってくるんで、まあ単純に 1.2 倍と考えていいでしょう。ダメージがまあ強いよね、めちゃめちゃ強い方だと思う。でモード2、これ一度きりで、一度追撃が発動するとモード1に勝手に戻ってくれるタイプ、まあ、使い勝手が群抜と。で先ほども言ったようなトランスの効果がまず漆黒の前モードで発動します。その後一定時間クリ率 100% にするという効果がくっついてます。これ自己バフなんだよね。で元々ジェネシスはやっぱり自己バフに優れたキャラっていう側面があったりするので、まあどのダンジョンでも安定した戦い方ができる、あのもちろんカルディアダンジョンね、 FF7 シリーズのシリーズダンジョンでも活躍ができる、その他炎属性の属性ダンジョンにももちろん使える、そして来週からやってくる天命ねジョブダンジョン、魔法剣士のジョブダンジョンでも、まあ、安定した戦い方ができると。やっぱそういうシリーズダンジョンだったり、それからジョブダンジョンっていうとバッファーがね、属性と違って好きなバッファーを入れることができないっていう都合上ですね、ちょっとクリバフ、クリ率アップだったりクリダメアップが難しいところがあったりするんだけど、それをねもうジェネシスさんに関しては自分で解決できちゃうんだよね。全部持ってる、物理キャラに必要なバフ全て持ってるんで、待機時間短縮もあるじゃん、で攻撃力アップもある、であとこの D 角でクリ率 100% くっついてて、で今回実装されたですね覚醒に赤きソルジャー、これで自身のクリティカル時のダメージアップついてて、クリバフ両方完備してるんだよね。で先ほども言ったようにですね、星6戦技だったら信用儀で限界突破レベルも上げることができるということで、まあ本当にもうこれ以上ないというか、別に他のキャラでサポートしてあげるバフをつけてあげるっていう必要は全くないんだよね。まあジェネシス以外のキャラにはもちろん必要ですけど、まあなのでどのダンジョンでももう安定した戦い方、安定したダメージを与えることができるということで、まあ、無課金の方でねバッファーが揃ってないよっていう人でも安心安定のジェネシスということで、まあ間違いなく強いぞということです。はい、でまあ順番に行きますが、次が、ジェネシスのシンクロだね、星の希望の雫となりてということで、これ第2シンクロなんですよ。第1シンクロ先ほど言ったような内容なんですけど、第2シンクロじゃあどうなのっていうと、これ味方全体の攻撃精神防御魔防アップ、あれなんかいつもとバフと違くないとかね思う方結構いると思うんだよね。これフルバフに似てるようでフルバフじゃないんだよ。これ何のバフかっていうと、天命のね天命の魔のジョブダンジョンの難易度700でやってくるウェポンブレイクこうだね。これはまだ今んところ召喚師しか実装されてないから、あのこのねウェポンブレイク効果が来るか分かりませんが、まあ少なくとももうこのジェネシスと、まあこの間のね霊式の9のあのバフでもうこれ確定だね、ウェポンブレイク効でしょう。これが攻撃精神防御魔防ダウンっていう技を使ってくることでしょう。完全にそれ用の対策になってるね。はい、なんで第一シンクロとは明確に、まあ、役割というか役目というか使いどころが変わってきたね。はい、なんで使い分けが必要になってくるということです。
はい、なのでもうこの時点でもうジェネシスがもう魔法剣士のジョブダンジョンのにおいてキーパーソンっていう役割に完全になってるよねこれ、うん、なのでまあ本当にまあ先ほどから何度も言ってる通りですね、ジョブダンジョンにおいてもどのダンジョンにおいてもまあ強キャラということです、これだけで。はい、でその他自身を除く味方全体が魔法剣アビリティを使用するたびに追撃、創生の光最大3回、敵単体でダメージ限界突破可能な炎属性物理攻撃、直前に魔法剣アビリティを使用した味方単体の魔法剣アビリティにダメージを一旦アップ中ということで、これあれだね、あれに似てるわ、 FF6 の午後の D 格もうこんな感じだったね、直前に使用したキャラの黒魔法のダメージをアップとか、そんなんだって気するわ。なんかなんでそういった効果にしてるのか分かったけど、味方にバフがかかるタイプ珍しいね。はい、っていう効果です。まあこれ注意点としては味方が魔法剣使わないと意味がないのでね、これは本当に注意だから、属性ダンジョンで言うんだったら例えばバッツとかね、相方にバッツとしてバッツを使っていくとか、あとスコットとかねっていうんだったらまあうまいこと使えてくんじゃないかなと思うんだけど、まあただジェネシス、スコット、バッツだといろいろとちょっと問題あるけどね、属性パにしてはね、デバフないし、属性デバフないし、まあ、チェーン役どうすんだみたいな話、まあ、今回あのジェネシスに LB チェーン実装されてるから別に LB チェーンでやってもいいんだけどみたいなねことはあったりするので、まあこの辺はちょっと注意が必要かなってところです。はい、であとシンクロアビリティについてはまあ無難かな、敵単体に弱点微弱をつくと威力が上がる6回連続の物理攻撃、まあ単純なただの6回連続の物理攻撃よりはだいぶマシだね、これ一応弱点ついた時に威力が上がるっていう効果内容なので。で右アビに関しては待機時間3ターン短縮、魔法剣アビリティを3ターンアップ中ということになってるんで、まあ初撃は右アビ打ってから左アビ打つと、まあ、火力が維持しやすいよということでしょう。まあ基本的にはこのシンクロはもう天命のね魔の特攻シンクロということになってます。まあ普通の属性ダンジョンとかで運用するのであればシンクロ1かな、もうドリセレでとっくに入ってるんで、ジェネシス今回 D 格当てた方はそちらのねシンクロ1を、買うっていうのも全然選択肢としてはありかなとは思います。はい、まあ、それからまあ LB チェーンに関しては他のキャラとほとんど変わらないんで特に説明することはありませんが、覚醒にまあ、先ほども言った内容ですが自身のクリティカル時のダメージアップができるんで、D 格と組み合わせる、まあ、あるいは他のねキャラの、例えばクイナだったり、オーランだったりその他のね、クリバフ使えるキャラと組み合わせてあげることによってさらに、クリティカル発動した時のダメージが 50% 上がるよという効果です。まあ、言ってしまえばフェイタルダメージ 50% だよねと感覚と一緒です。はい、そして炎属性アビリティ待機時間を短縮、これほぼ無条件、実質ほぼ無条件なんでかなり強めだと思います。でもう一つ炎属性アビリティ使用するために追撃、終焉の炎、敵単体に6回連続の炎属性物理攻撃、なんかやりすぎじゃない、なんかこの覚醒やりたい放題じゃない、ここまでつくのってもう珍しいタイプだよね。なんか他のさ初期だいぶ初期タファ、例えばさ同じシリーズで言えばティファのさ第一覚醒、初期覚醒だからさ、あれ3回アビリティで攻撃するために1回ダメージ限界突破可能な物理攻撃が発動するだけじゃん確かそれだと比べるとモリモリじゃない、だいぶ違うよね。まあやっぱ優遇というかインフレというかなんというかって感じなんだけどさ、そう昔僕が初心者講座上げた時強い必殺技の条件みたいなさことをね初心者の、講座で言ったと思うんだよ。でその時の条件って、まあ、今も変わんないんだけど、待機時間短縮、属性まとい、追撃なんだよね。全部兼ね備えてる。もう、そう、強いが全て詰まってるよね。なんか、インフレしたわ。もうか、なんか別に今の環境からするとさ、だから何ってさ、もう思われるかもしれない。エンドコンテンツでもう難易度700挑んでる方がこの動画見たときに、いや、だからなんだよって言うかもしれないけど、改めて見るとすげえインフレしたよな。マジで。ティファとかティーラの第一覚醒なんて、ね、3回アビリティ使用するたびに限界突破可能な物理攻撃一発出るだけだから。だからモード中2回しか追撃出ないんですよ。インフレしたわ。っていうね。でもちろんこれ D 格と併用することもできるので確定4回攻撃になります。
で、まあ先ほども言った通り D 学にはトランスマテリアの、ね、こう同様の効果があるんで、さらにもう一回放つのは 50% の確率で出るんで、50% の確率で確定5回、確定ではないな。50% の確率で5回攻撃になるっていうことだね。強っ。強すぎ。はい。ってことですね。はい。まあ ATB 蓄積時間短縮とかはないもの、まあ純粋に強いっていう感じだね。単純に火力として強いみたいな、そんな感じだね。多分ロックにはかなわないと思う。さすがに。ATB 無条件短縮のロックさんはね。だって行動回数2倍だからね、ロックはね。なんで、行動回数2倍イコール与えるダメージ2倍だから。それはまあロックさんにはさすがに勝てないだろうけど。はい。で、お次はシェルクです。で、シェルクも、正直、そのなんだろうな、期待していなかった方が大半だと思うんですけど、僕は結構評価してるんですよね、これね。なんでかっていうと、実はいろいろ、まあ、今回の、まあ、D 学実装もあって、いろいろできるようになったというか、あの、もともと、ちょっと前かな、1年前とかぐらいに、テコ入れが入ったんだよね。もともと本当にパッとしないキャラだったんだけど、雷耐性デバフが結構できるようになって、レジマテでもね、物理補助か物理スピードを3回使用するために一定時間、雷耐性デバフのね、レジマテ実装されたりとか、あと、シンクロかな、第2シンクロ。のシンクロアビ1で短時間雷耐性デバフ確定デバフはくっつくようになったので、まあそう雷デバッファーとして使えるようになった。しかもチェインも使えると、雷チェインも使えるということで、まあプロンプトとシェルクのまあどっちかじゃないか、チェイン役としてはねになったんですよ。でもともと怒りとかタクス開幕3ターン待機なしのレジマテ持ってたんで、イカタクとしてね、イカタク要因として使ってたりとかしたんですが、もともとそういったね、イカタクしつつも、さらにチェーン役もできる、雷耐性デバフもできるということで、まあ、だいぶその使い道が多くなったシェルクだったんですけど、今回の D 角実装によってさらにその強みが伸ばされたし、もう一つ可能性が増えたというか、もう一つ役割が増えたっていうところが非常に大きくてですね。まずモード1。まあこれもう一回放つと火力はないんだけどね。物理スピード、物理補助アビリティの待機時間短縮、セットした物理スピード、物理補助アビリティ使用するたびに追撃、テクニカルスパーク。これが一定時間敵単体の雷耐性1段階ダウンということで。まあ、魔法なんですけど、ガーネットの D 角とほぼ一緒。ガーネットの D 角もこんな感じだね。もう一回放つの代わりに一定時間の雷耐性1段階デバフが、まあ、可能になるということなんです。でこれ物理補助と両方対応してるから、怒りでも反応するし、もちろんチェーンスターターとか、チェーンスターターだっけ待機時間なしになるやつとかね、とかっていう併用ももちろんできるから、まあ相性はまあ全然いいと思います。でさらに今回モード2ね、モード2で追撃1回のみなんですけど、一定時間味方全体のクリ率 100%、 これがでかいね。役割がもう1個増えたっていうね。で最近の環境においてはですね、特に天命の間ジョブダンジョンが実装されたことによって、バッファー以外の普通のアタッカーとかがクリ率 100% にできる価値ってすごい上がってたんですよ。まあこの間のパーティー考察動画とかね、見てくれてる方ならその重要性は結構わかりやすいと思うんだけど、物理パであれば弟子を抜けるんだよね。弟子を抜けるってことはだいぶでかいんだよ。弟子自体が火力出ないからさ、共鳴するとはいえ基本やっぱり怒りタクス要因になってしまうし、弟子がクリ率上げるとすればね、やっぱりその物理補助にしか反応しないっていうところがあったりするから、絶対やっぱ物理補助アビリティを使わざるを得ないからさ、弟子を入れるイコール弟子自体が火力出ないみたいな感じになってしまうので、まあここでまあね、シェルクがこのクリーズ 100% ができることによって、物理スピードのいずれまあジョブダンジョン、まあ物理スピードジョブじゃねえよっていう意見もあるかもしれないけど、多分あると思うんだよね、物理スピードね、多分ありそうな気がするんで、物理スピードのジョブダンジョンが来た時に大活躍間違いなしと。なんせかだって雷耐性デバフできるじゃん。しかも物理スピードの雷キャラなんて山ほどいるからね。一番有名なところで言うとライトニングとかね。あれはもうシンクロもそうだし、専用アビリティもあれ物理スピード扱いだからね。カテゴリーが。なのでライトニングの最大の相方になるからね。今後。本当に物理スピードの天命のね、ダンジョンを作って
そういった時にこの一定時間味方全体のクリ率 100% にできる、なおかつ雷耐性デバフもできるみたいな、しかもやろうと思えばライトニングにゲージを託すこともできるみたいなところを考えると、まあ爆裂に強いですよ。まあもちろん今その天命のダンジョンでのお話をしましたが、雷のね、普通の雷弱点の今後バハムート霊式戦でもおそらく使えるでしょう。だって単純にチェーン役として使えるんだから。でなおかつプロンプトではできない、一応確定デバフ持ちだからね。そうプロンプトだとあくまでその1000アビリティでも持ってないし、シンクロアビリティでまあ右アビ使えばね、確か2回に1回デバフみたいな効果はあったけど、シェルクみたいな毎ターン一定時間の耐性ダウン D 角で、でなおかつシンクロアビリティでも確定デバフくっついてて、でさらにレジマテでもデバフできるみたいな感じで、運に左右、全く左右されないデバフができるっていうのは結構でかいよね。なんでまあこれ好みになるけどね、プロンプトとそのシェルクどっちがいいかって話題になったら結構ね、あの好みの範疇にはなってくるとは思うけど、十分強い。全然あのチェーン役としてはバハムート霊式もいけると思うし、まあ天命のね、クリスタルダンジョンでも活躍できそうだなっていうところがあったりするから、割と強いぜ多分。はい、でところかな。あと LB チェイン等実装されてて、シンクロ復刻なのかな、てかそのシンクロ入ってんのが今回シンクロ復刻してるんだ多分。あと LB チェーンなんですよ、雷の LB チェーン来てるからまあ強いんじゃねえかなって思う。あ、これだ、第2シンクロね、これこれ。しかもこれって何気に必殺技ゲージ2貯めるんですよ。なので実質なし、必殺技ゲージなしで打てるっていうね、ところがまあ超メリットで、浮いた分であの次のターンにね、あの託すとか託しても全然いいわけだし、いや強いわ。で物理補助とはこれシンクロしないので、シンクロしつつもシンクロ発動しつつも全然ゲージ託すことはできるから、右アビに託すでも置いとけばいいだけの話だから。はい、いやー強いわシェルク、すげー強いと思う。はい、そんな感じかな。なんだかんだこのガチャ、あとはもう全員復刻なんだよね。セフィロスのまあ闇属性の D 角入っていたりとか、あとセフィロスの第3覚醒、あ、第3シンクロか、これだね、炎と闇の第3シンクロが入っていたりとかしますので、まあセフィロスもまあ暗黒アビリティと侍カテゴリーで両方ジョブダンジョンで使えると思うんですけど、どっちでもやっぱトップクラスだと思うんだよね。ただシンクロが暗黒アビリティになってくるので、まあその辺でちょっと侍は若干使いにくさはあるかもしれない。まあ D 角運用でいけば全然問題ないんでしょうけど、はい、っていうところがありますが、多分暗黒カテゴリーの中ではやっぱりトップクラスのアタッカーっていうのは間違いないので、今回の、アタッカー3人については間違いなく、クリスタルダンジョンでも使えるということ、それからエアリスも復刻なんで、まああんまり深く語ることはないんですが、 D 角はもちろんその覚醒2についてもですね、非常に扱いやすい。僕の最近のオート攻略動画でもだいぶお世話になってる気がするので強いですね。これ味方全体の物理攻撃の待機時間一定時間短縮だから、まあこの覚醒が発動してる最中15秒間、まあクイナのシンクロと全く同じ効果くっついてるんで、クイナ持ってない方はね、一応エアリスで代用ができたりとか、そういった運用も可能ですということです。はい、ということでまあ長々と語ってまいりましたが、まとめいきたいと思います。今回のガチャは復刻ね、セフィロスとエアリスが入ってんで、まあ、持ってる方若干引きにくいんだけど、何も持ってない方、セフィロスもエアリスも何も持ってねえぜ、シェルクはもちろんジェネシスも持ってねえぜっていう人にとっては結構いいガチャだと思うんですよね。まあそれぞれ属性が、まあジェネシスとセフィロス一緒に使うことはできるけど、まあいいガチャですよ。もう先ほど言ったジェネシスは炎属性物理でももちろん使える、天命ダンジョンでは魔法剣士はトップクラスのアタッカー、それから牽引役としてね、もう大手を振って使うことができるっていうところ、そしてまあセフィロスについては先ほども言った通りですね、闇属性物理界の中では最強クラス、トップクラスのキャラでありつつも炎属性でも運用が可能で、なおかつ今後のね暗黒アビリティのまあ、天命のダンジョンが来た時でもトップクラスのアタッカーとして使っていくことができる。でシェルクに関しては、まあ、今回クリーディス 100% の D 角が実装されたりとか、確定のね雷耐性デバフも獲得、まあ、D 角とシンクロ両方できたりするから、まあ
雷属性のチェーン役としても優秀、物理スピードの天命のダンジョンを来た時でも、まあもう席が用意されているようなもの、ライトニングの最大の相方に、まあ、なってくれるよというところがあったりしますので、デアリスについてもヒーラーの中ではトップクラス。はい、いいガチャ。まあフェス前なんだけどね、まあこれは皆さんが、まあ、よくよく考えてみてほしいなというところ。一応フェスバレっていうか、フェスが始まる直前まではこのガチャやってんのかな。2週間だよね。だからそうだね、切り替わりだね。フェスとの切り替わりでこのガチャなくなる感じだから、フェスバレは見れるのか。一応前日だから1日分だけ余裕あんのかな。だから、僕のフェスの解説動画見てから回すっていう手もなくはないまああるいは来週のクリスタルダンジョン来てね、実際の魔法剣士勝てなかったらジェネシス狙いに行くとか、そういったものでもいいと思いますが、まあとにかくいいガチャだね。であとセフィロスは普通に狙っていきたい、持ってない方はねっていうところがあったりするから、まあその辺かな。まあ今後の天命ダンジョンの軸となるキャラが3人も狙えて、なおかつヒーラーとしてもね、トップクラスのエアリスもおまけで狙っていけるっていうガチャを考えればとてもいいガチャですね。これは皆さんが、よくね自分の手持ちお財布と相談してガチャしてみてください。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。